どうも皆さん、今回は新ステージでのかくれんぼ、お建前にトラップを仕掛けまくって鬼を困らせていきたいと思います。まともなかくれんぼの動画を上げないようなこの動画。てか何なんですかこのいつものメンバー。全員 IQ 私より低いですよ。さらっと嘘をつくんじゃない。てか初めてで隠れる場所がわからないんですが、これどうすればいいですかね。あ、そうだ、鬼を殺そう。なんでそういう発想に至るんだよ。でも今回は撮影主として死ぬわけにはいかないんですよね。手番いっぱい欲しいんだったらさ、トラップ当てにしちゃダメじゃない。自己防衛。投資。あと、海外移住。日本脱出だよね。国なんか当てにしちゃダメよ。あー途中から話が脱線してるぞ。ていうかあなた誰ですか。無印だよ。もう忘れたの。え、誰。ほら2ヶ月前に何回かじゃないですか。一番頭おかしい人って言ったらわかりますか。あーそんなのいましたね。ちょっとひどくない。でか今思ったんだけど隠れる場所全然なくないですか。お前の求めてる隠れる場所はモーバグの領域だからな。卑怯者ですね。こうなったらもう徹底的にトラップを置いていくしかないですね。トロール行為ですね。わかります。こういう人が一番早く捕まるんですよね。わかる。わからないでください。あ、さっきこっちにいいとこ見つけたのでそこにトラップを置いていきたいと思います。これ完全にモンハンの有名な歴戦麒麟討伐方法のあれだよね。タイマンで10回以上やっても勝てなくてその方法に助けられ覚えが今でもあります。単純にお前のプレイが下手すぎるだけだろ。あと10秒で鬼動きますね。まだ隠れてないと言われない事実。もはや鬼ごっこですよねこれ。私はかくれんぼをしに来たんですよ。あまり変なことを言わないでください。明らかにかくれんぼの妨害をしに来てますよね。まあ最後まで生き残るつもりですよ。卑怯な手を使ってだろ。卑怯じゃないですよ。でも確かにトラップを置くリスクはあるよね。結構バレやすいですよね。まあここに隠れるんですけど、そして数秒後トラップに敵インクがかかり発動しましたね。この時点で異常に気づいた鬼たち。でか鬼めっちゃ近いですね。しっしっあっち行け。今のでよく生き残ったよな。どうやら相手と私の格の違いが見えてしまったようですね。お前今の顔見せてみろ。ブッサイクだな。地獄に落ちればいいんですけどね。なんで皆さんそんなに辛辣なんですか。霊夢さんはサンドバッグだからです。わかる。わからないでください。つってんだろうな。は、あの鬼さんは一体何をやっているのだろうか。てかトラップなくなったぞ。ほら早く置けよ。今動いたらこれ確実に死にますよね。あいつらこっち向いてないからいけますよ。怖いのでやめておきます。まあやるんですけどね。鬼の近くでやるんですね。どうせ捕まらないんで。そうですか。まあこの隠れてる時間少しお話をしてあげましょう。この前マック行ったんですよ。諦めてていいところだったらですね、よくわからん人たちが来て意味不明な案件受けさせられてですね、怖かったです。職務質問されてる気分でした。住所とかいろいろ関係ないことも聞いてきてめちゃ怖かったです。質問が終わるとマックのハンバーガー無料券をもらいました。ほとんどの回答嘘ついたんですけどね。クソ野郎じゃねえか。いや個人情報系とか教えるわけないでしょ。もし何かのヤバい集団だったらどうするんですか。こいつキモいですね。自分が可愛い女の子だからさらわれるとか勘違いしてるんですよ。実際虫は男でふんでふん。全部言ってるじゃねえか。いや1分経ったけど未だに平和ですね。早く見つかればいいんですけどね。そうですね。ふざけんなこのクソガキ。自分が仕掛けたトラップがまさかの罠となる。これはもう終わりだな。逆境に立ってこそ真の力が発揮される。諦めて死んだ方がいいですよ。うん、じゃあね霊夢。やめろ。あ、吐き使ったら鬼が逃げましたね。理不尽すぎたから鬼がわざわざ帰ってくれたんだろ。どちらにせよ私は強いということですね。この人おかしい。地球が回るのと同じくらい当たり前なことを言うんじゃない。てかこれ隠れててもバレてるから意味がないんじゃないですか。筆の跡をたどればすぐバレるよね。バレるわけないでしょう。まったく。お疲れ様です霊夢さん。お疲れっす。頑張れ。なぜその応援の言葉から哀れみが感じられるのか。てかちょっと待って、こっちに来てるんだけど。うるさい。ごめんなさい。結局トラップダメでしたね。鬼をやることになったので心を鬼にしてやっていきましょう。今回の鬼は僕と君だね。逃走者の勝ちですね。ありがとうございました。なんでそうなるんだよ。本当これ言ったら申し訳ないんですが、多分霊夢さんが一番足引っ張ると思いますよ。何を言って。足引っ張んなよ。向きー。そういえばブージルシって名前二人いるけどどっちがどっちなんだ。僕はこのブージルシですって人だよ。名前的に自己アピール強くて気持ちが悪いですね。は、今死んだ人たちの方が自己アピール強い気がするんだけど気のせいかな。はいはい鬼スタートまでカット。約20秒スタートに気づかず意味のない時間を過ごしていました。バカだな。ところでブージルシさん。はい、どうしましたでしょうか。お尻の穴さん。殺すぞじゃなくてどうしてチャージャーを持ってきてるんですか。僕みたいな神エイムはこの武器で超余裕なんだよね。死んでください。ほら一人倒せた。このままだとブージルシに負けるぞ。こうなったら私も負けられませんね。ヘッダマー見やがれ。よし、敵を追い詰めたぞ。あ、これ僕のだから取るなよ。なんて言ってるか聞こえないですね。ふざけんな。嘘全然当たらねえじゃねえか。嘘だろ。だが私は追いかける。やらせるかバカ。キル取られたんだけど、お前が取ろうとしてたんだよ。さて残るは一人のみです。またなんか長くなりそうですね。それでは霊夢先生の昔話をしてあげましょう。霊夢さんが中学2年生の頃ですね、作文を書かされてたんですよ。で、夏の作文かなんかでその頃頭おかしかったのか、は、おば、にしたり本当黒歴史でした。他にも小文字多用したりしていましたね。さぞかし先生からは気違いみたいな目で見られていただろうな。先生は無駄なことにこだわっててあまり好きではありませんでした。どうでもいいことで切れる先生本当嫌いです。小学生の頃とかそういう先生多かったよね。まあ、最終的に中学2年生最終日、いい雰囲気で終わるはずがクラスでめっちゃ揉めて先生めっちゃ切れて泣いててざまって思って陰で笑ってたんですけどね。ただ
いい先生だったのかもしれませんね。私は大っ嫌いでしたけど。先生にとっては熱心でしょうけど、生徒からしたらうざいだけですもんね。学校あるあるだね。あ、なんかいましたね。この人さっき霊夢を巻き込んだ人だよ。絶対に殺す。お前通話でザマーって言ってたのもちゃんと聞いてたからな。ザマーとかしか言いようがないからな。私も霊夢さんが捕まった時にザマーって思ってしまったのは秘密にしておきたかったですね。みんなが嫌味を言って、ちょっと待て、コラブ印、お前また球場やがったな。この世の中は弱肉強食なんだよ。こうなったら貴様らをここで始末するしかないようだな。何言ってんですか、バカですか。うるせえ。ごめんなさい。そして終わりですね。ちょっと思ったことがあるんですが、言ってもよろしいですか。どうぞ。このステージでかくれんぼしない方がいいですよね。それ言うなよ。それじゃあご視聴ありがとうございます。